皆さんこんにちは、ケイズドライバーのバンバです。皆さんこんにちは、ケイズドライバーの大塚です。今日は僕たちはロケでいろんなところ全国つつ裏裏回るんですが、その中でその土地土地美味しいもの、それを今日はバンバさんに、グルメバンバさんに紹介してもらおうかと思ってます。いいとこありますか、今日は。今日はじゃあ広島編ということで。お、広島。はい、広島ですか。またそれいいですね。僕も広島行ったりするんですけど、はい、あんまり食べることはないんですけど、じゃあどっかいいとこを紹介してください。はい、まあ広島といえばお好み焼きが有名ですけどね、その中でも広島市内よりちょっともう呉中心になるんですけどね、呉の広というところにあるお好みみっちゃん。みっちゃん、はい、みっちゃん、僕も名前は聞いたことあります。はい、何個かあると思うんですけど、はい、その広のみっちゃん、広のみっちゃん、その広のみっちゃんがまた格別だと。そうですね。ああ、どんな感じで他のみっちゃんとは、他のみっちゃんと違うとこは、みっちゃんのおやすさんと お母ちゃんがやってるんですけど、普通そば入りになったら麺は蒸し麺みたいなやつをね、麺屋さんから来てるやつそのままこうね、あれして、あの、だしみたいなのかけてこう炒めるんですけど、みっちゃんは後ろでお母ちゃんがいいタイミングで麺を、生麺を茹でとんです、釜で。その間にお父ちゃんが焼いてる、まあ、そうで、絶妙なコンビネーションでお母ちゃんが湯切りして鉄板の上にそのまま生麺を。ああ、その連携プレーの、はい、そのタイミングがもう他のところと違うと。生麺がもううまいです。やっぱりお好み湯でもこっちもあるんですけど、どんな感じで違うんですか？そうやね、基本肉玉入りで肉と卵、うん、ほんでトッピングでイカ天。イカ天、イカ天、イカ天が入る。はい。ほう。イカの、のしイカの天ぷらね。のしイカの天ぷら。はい。やっぱりそれが絶妙。それが絶妙です。味付けはソースやと思うんですけど、ソースは大体基本広島おたふくですね。おたふくだ、ちょっと甘めな。はい。はあ、ぜひ食べてみたいですよね。広のみっちゃん。はい。じゃあ広のみっちゃん、僕も行ける時があったら行きたいですけど、もしぜひ皆さんも広島の広に行った時はみっちゃん寄ってお好み一度食べてみてください。じゃあ次はどっかありますか？次のグルメはですね、これもまた同じくクレになりますけど、冷麺です。お、冷麺、はい、ですね。はい、呉は冷麺年中やってるんです。あ、年中ね、はい、はい、なんかまたこっちと違うグルメな冷麺ですか？そうですね、普通の冷麺じゃなしに、もうちょっとスープがひたひたでギリギリまで、麺のギリギリまでもうスープが入ってるっていうね、うんうん、それに唐辛子が入った、うん、唐辛子を酢漬けにしてあるんです。唐辛子の酢漬け、酢漬け、うん、その酢、お酢をかけながら、はい、ちょっとピリ辛で食べるんです。具はね、もうシンプルに、うん、きゅうりとチャーシューと、うん、エビの酢、小エビの酢漬けみたいな、酸っぱい小エビが。あ、それはまたちょっとこっちでは食べない感じの冷麺で、はい、僕らおすすめの店は五竜です。五竜さん、五竜、呉の五竜さん、はい、地元の人もよく行きますし、はあ、まあまあこんな寒い冬でも並んでますよ。ああ、やっぱり並んでも食べるような美味しい冷麺やと。はい、おお、ぜひ行ってみたいです。はい、皆さんも冷麺の気分になれば五輪、五流、よろしくお願いします。まだ何かある？今度はお土産にもなりますけど、うん、パンです。パン？はい。それもちょっとややこしいんですけど、呉にあるお店の名前がメロンパン。お店の名前がメロンパン。メロンパン専門店？いや、メロンパン専門店じゃないです。建物は、うん、もうメロンの色で緑で、あの、綺麗なビルになったんですけど、あの、名前がメロンパン。建物もメロンパンみたいな感じの色で、店の名前もメロンパンで、そのメロンパン屋さんの中で何かおすすめってあるんですか？そうですね、まあお惣菜のパンもありますけど、ハムカツサンドとかカレーパンも美味しいですけど、よく僕らが家にも、あの、関西の方に持って帰るのは、ナナパンっていうね。
七番がおすすめ。七番って。まあクッキーみたいな生地のちょっとカリッとした中に、うんうん、全部チョコクリームじゃないですよ。うっすらチョコクリームがバーって引き詰めてあって、でポテト蓋されてやるみたいな。七パン。ああ、ほんなら薄めのこう、はい、チョコクリームが乗ってあるみたいな。ああ、ほんならこっちにはそんな見ない。そうですね。七パンはチョコレートやねんけど、チョコレートが入ってないやつはコッペパン。メロンパン屋さんの七パンのコッペパン。それもおすすめ。そうですね。それにもう海軍さんのコーヒーね、あのスバルコーヒー言うんですけど。海軍さんのコーヒー。はい、スバルコーヒー。そのスバルコーヒーっていうのはまだどんなコーヒー？もう海軍さんの、あの指定みたいなコーヒー。クレと言うたらスバルコーヒー。ちょっと酸味が効いてるんですね、酸っぱい。ほんならもうその七パンとスバルコーヒーの組み合わせがもう最高。それ場所どこでしたっけ？クレです。クレのメロンパン屋さんの七パン、スバルコーヒー。皆さんもぜひ食べてみてください。僕も機会があったら食べて飲んでみたいと思います。最後におすすめはご飯食べた後のデザートでフライケーキ。フライケーキ。フライケーキクレでは有名なんですよ。ほう。もう老舗があってね、ケーキあげてると。いやいや、もう極端に言うたらもうアンフライみたいな。はあ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 。それはもう目の前でもう衣ついてあげてくれて、もうあの1個80円かな。ほう。フライケーキ中にあんが入ってる。あ、中にあんが、熱々の揚げたてを食べる。あ、その場で食べれるんだ。そう。はあ、それはどこに？それもクレです。クレって今日全部クレじゃないですか。クレ特集。クレ特集。まあでもクレ、そうなると見どころ大和ミュージアムもあるし、潜水艦も見れるし、お好み食べれて、冷麺食べれて、メロンパンも食えて、アンフライも食える。フライケーキや。フライケーキ。ぜひ皆さんクレに一度足を運んで食べてみてください。ありがとうございます。よければいいねとチャンネル登録もお願いします。また次はいろんな場所、いろんな地域の美味しいものをまた紹介していきたいと思います。ありがとうございます。